言えない美しい音色。こちらはウクライナの民族楽器バンドゥーラによる演奏です。そしてスタジオにはこちら美味しそうな料理の数々、さらにこちら色鮮やかな卵に描かれた模様。さあ明日はウクライナのナショナルデーです。後ほどウクライナの魅力ご紹介します。35分頃からです。お楽しみに。各地の珍しい蝶の標本などを紹介する展示会が津市の三重県立博物館で開かれています。標本は三重県四日市市に住む大藪修一さんが去年博物館に寄贈したもので、およそ半世紀をかけて集めた蝶やカブトムシなど850点が展示されています。この時間のニュースをお伝えしました。はい、では続いて愛知九博情報をお伝えしてまいります。会場のグローバルスタジオには石井アナウンサーがいます。石井さん。石井さん、はい、こんにちは。今日は雨が降ったり止んだりと安定しないお天気でした。で、湿度が非常に高かったんですけれども、日差しがなかったので助かりました。では私が見つけた万博の一コマ、今日はこちらです。はい、こちら、グローバルコモン2にあるエキスポギャラリーです。で、タイトルにもありますように、政治や経済、文化など各方面で活躍する著名人の絵の展示会が今月の20日から開催されているんです。はい、で、どんな作品があるのか見てみましょう。こちらはですね、女優のさつきみどりさんの作品です。ちょっとご本人に似ているような感じがしますよ ね。タイトルは日だまりだということです。続いて見てみましょう。こちら女優の藤田美穂子さんの作品です。はい、こちらはですね、ちょっと抽象的でどう捉えていいのか、なかなか素人には難しいんですけれども、会場にはいろいろな作品が展示されていまして、韓国の政治家の作品合わせておよそ70点が展示されています。今月の28日まで開催されています。では今日も会場に中継が出ています。今日はですね、会場の北東部遊びと参加ゾーンにありますグローイングビレッジからです。で、ここは木を育てて自然を大切にする心を育むことを目的にしているんですが、森とのさまざまな触れ合いが体験できます。今日はここに趣味は田植えという名古屋放送局きっての自然派、斉藤アナウンサーがいています。斉藤さん、お願いします。再びグローバルスタジオです。明日はこちらウクライナのナショナルデーです。今日は国の魅力、そしてナショナルデーの内容をご紹介します。ではウクライナの場所を地球儀で確認しましょう。ヨーロッパの東の端に位置している国です。ロシアやルーマニアなど7カ国と国境を接しています。南は黒海に面しています。面積は日本のおよそ 1.6 倍、人口は5200万人、首都はキエフ、公用語はウクライナ語です。旧ソ連時代、食糧倉庫と呼ばれていたウクライナ。国土と呼ばれる肥沃な土壌は小麦だけでなく豊かな歴史をも育んできました。首都キエフは後のロシア帝国発祥の地として1500年余りの歴史があります。最盛期には400カ所もの教会があったと言われるキエフ。11世紀に建てられた修道院や教会が当時の面影を忍ばせています。市の中心部には市民の憩いの場所としてにぎわう独立広場があります。去年の大統領選挙では多くの支持を集めてユーシェンコ大統領が選ばれました。さあ、スタジオにはウクライナ館から館長のギュドミラ・ロマカさん、そして通訳にウクライナ館のクセニアさんにお越しいただきました。こんにちは。よろしくお願いします。まずロマカさん、ウクライナの魅力を教えてください。Расскажите трошки про Украину. Завтра мы святкуем 14 років нашої незалежності, але маємо давню дуже історію, 6000 років.
明日はウクライナナショナルデーで、はい、もう旧ソ連から独立して4年間になっています。とっても若い国ですけど、歴史はとっても古くて6000年ぐらいですね。6000年ぐらい、とても歴史があるんですね。さあ、そしてパビリオンから素敵なものを持ってきていただきました。こちら鶏の卵と、こちらダチョウの卵、これにこういったカラフルな色を塗っているんですけれど、これは野中さん何ですか？Що це таке, пані Ломака? Це наші давні традиції розписання писанок. Це これはピサンカというものです。ピサンカ。ウクライナの伝統的な芸術の一つですね。はあ、実はですね、今日スタジオにこのプイサンカをパビリオンで描いていらっしゃる、方に来ていただきました、スタシクゾヤさんです。こちらに参りましょう。さあ、今着々と作業を進めています。ゾヤさん、こんにちは。こんにちは。ゾヤさん、これどうやって色をつけるんですか？Розкажіть, будь ласка, як ви створюєте писанку? Щоб зробити писанку, обов'язково треба мати куряче яйце. Ми малюємо символ за допомогою воску і інструмента писачок. Писанку отскуру тамені, мочирон, тамаго хіціо дес. Тамаго то ро. Ро ататаме те. Ро какімас. А то пенкі ні ірете, іро отскімас. これ先ほどご覧いただいたようにいろいろな柄がありますけれども、ロマカさん、柄には何か意味があるんですか？パニロマカ、расскажите, будь ласка, про символи писанок. Кожна писанка має свої символи. Це може бути поєднання чоловічого чи жіночого, це може бути поєднання стихій вогню або води та води. Дуже символічно, що це все розписується на яйці символі життя. いろんなシンボルがありますね。最初は卵自体は生命を表しています。そうですね。そしてシンボルいっぱいあって、自然のシンボル、火とか水、そして男性女性の組み合わせとか、そういうの人の人生を表している絵柄。これどうでしょう、お守りに持ってたりするものなんですか？так використовують як оберіги. そうですね。昔からお守りとして使われていました。なるほど。はい。ゾヤさん、どうもありがとうございました。プイサンカご覧いただきました。さあ、さらにですね、今日はスタジオにお料理も持ってきてくださいました。こちらに参りましょう。ウクライナ館のレストランから大変美味しそうな料理の数々、3品持ってきていただきました。皆さん座りましょうか。いい香りがね、もう漂ってくるんですけれども、まずこちらですね。これはボルシチですよね、ロマカさん。це борщ, так? так, це борщ. そうですね、それはボルシチです。これはウクライナが発祥だと聞いたんですけれども。ми чули, що це українська традиційна саме їжа. так, це українська національна їжа на основі овочів. そうですね、それはウクライナの独特な食べ物で、野菜から使ってあります。このボルシチの特徴は何でしょうか？яка особливість борщу?Особливість борщу, що основа її – це буряк, який дуже корисний для здоров'я людини. Токчова, табом, іро, десне. Іро. Ака, десно, десно, біто, іпайцкате, акані. Він робить борщ червоним. Тобто, колір червоним. Бітова, кенка у ньому тут тему і дес. І завжди подається з помбушкою. Тобто, і цьому ва, パンと一緒に食べます。あ、こちらの隣にパンがありますけれど、これと一緒に食べるということなんですね。さあ、そしてボルシチの次はこちらです。これロールキャベツのようなものですけど、これは何でしょうか？どうですか、これなんかプスタニルレって一つだけ。ザホルプチ。ホルプチという食べ物です。はい、ホルプチ。これはどういう食べ物なんですか？一緒つザブルドだけ。це капустяне листя。І всередині рис і овочі, та м'ясо. Кабецу отскати, на каніва оніку то, гохан то, іронна ясайо іремас. Коччі демо ясай іппай цкаттерун десне. Теж дуже корисний рестор. Це мо кенкауні тоттемо ій табарна десне. Нарудо не. Са, соште 3 шинаме десне. Кочіра, коре ва нан дешоука? Наступне, що це таке? Це дуже цікава котлета по-київськи.
キーフロールですね。キーフロール。中に何が入ってるんですか？Там щось здається всередині, так? Це м'ясо і всередині сир та масло, які роблять м'ясо м'яким. Торініко на нахані ва, а ну チーズとバターを入れます。だからこう、トロッと。肉をもっと美味しくするために入れます。そうですか。こちらにご飯がありますけれども、ウクライナの方ご飯も食べるんですか？Ми бачимо, що тут є рис. Українці теж їдять рис? Теж українці дуже люблять рис, так як і японці. 日本人と同じようにご飯は大好きです。そうですか。いや、3品ご覧いただきましたけれども、1品この真ん中にご紹介しました。こちらをですね、ご用意していただきました。私もちょっと試食してみたいと思います。これも、ね、お米が中に、ね、入っているということで、お米と野菜。さあ、どんなお味なんでしょうか。ちょっとトマトの味もしますし、野菜の味、あとお肉、なんでしょう、なんかこう体に良さそうな味がギュッと凝縮されたような、とっても美味しいですね。とてもおいしいです。大事なことは、とてもおいしいです。ありがとう。ありがとうございます。いつもこういった健康に優しいお料理を召し上がってるんですか？І ви завжди їсте таку гарну їжу для здоров'я? Так, ми завжди їмо. Українці люблять здорову їжу. Запрошуємо вас в наш ресторан в павільйоні. Вже Україна їла кінко, та й сесені ще й масло, де деякі людаки, кінковні і табе воно таке, табе вас. Вже Україна ресторан, ну, сонна, кінковні і воно шка найдесь. ウクライナの美味しそうなお料理の数々をご紹介しました。さあ、ここでですね、明日のナショナルデーから素敵なお客様にお越しいただいています。民族楽器の演奏グループ、セストリ・ソカルシキの皆さんです。では皆さんの演奏をお聞きください。どうぞ。では一番お姉さんのソロミヤさんにお話を伺います。こんにちは。ドブレデン。ドブレデン。こんにちは。今の歌、どういう曲だったんでしょうか？Розкажи трошки про пісню, яку ви тільки що заспівали. Це лірична пісня, така про дівчину і хлопця, які задоволені своїм товариством. Мідзу на наканав кофуне という歌ですね。とてもромантику на歌で、コフネに女の子と男の子の乗って湖に出て声をささやいています。声をささやく、素敵な曲ですね。さあ、そして皆さんが持っていらっしゃる楽器がですね、ウクライナの民族楽器バンドゥーラということなんですけれども、これ弦は何本あるんですか？スキルケストロンバンドゥーラ63本ですね。とっても多いですけどね。これ演奏できるようになるまでどのくらい時間かかるものなんですか？
І скільки ви навчалися грати на бандурі? Ми вже десь 10 років граємо. 10年以上ですね。10年以上。なるほど。はい。さあ、皆さんにはですね、もう一曲演奏していただけるんですけれども、次の曲は何という曲でしょうか？А що буде за наступна пісня, яку ви заграєте? Наступна буде жартівлива лемківська пісня про дівчину Анничку, яка перебирає своїми нареченими. Онна но коно Анничка についての歌です。楽しい歌です。そうですか。そうですね。Анничка のお父さんは、娘はとっても結婚してほしいですけど、彼女は自由が大好きで、それについての歌です。はい。では、Анничка お聴きいただきましょう。どうぞ。のウクライナのナショナルデーのスケジュールを見ていきましょう。明日エキスポホールで午前11時からご覧いただいたバンドゥーラの演奏や民族舞踊、そしてクラシックのアンサンブルなどが披露されます。そして午後5時30分からウクライナのロックグループポブリ・ビドピ・ヤソバソンのコンサートも行われます。どちらも午前9時15分からエキスポホール前で整理券が配られます。さあ、明日はウクライナのナショナルデーです。ぜひ皆さん会場に足を運んでください。皆さんどうもありがとうございました。万博情報は6時台も引き続きご紹介します。